静岡市歴史巡り町話。今日は静岡市葵区の薩摩土手を訪ねます。徳川家康が大御所として駿府に戻った後、幕府の命で行われた大規模工事天下普請の一環として、安倍川に駿府お囲い堤が整備されました。慶長年間に整備されたこの堤は、薩摩藩の島津家が普請したと伝わることから薩摩土手と呼ばれています。薩摩藩は500石積みの船150艘に積み込んだ石や材木とともに薩摩から駿府へやってきたと言われています。駿府城を拡張するための工事に伴い、城下町の整備が行われ、安倍川の洪水から駿府城や町を守るための堤が作られました。当時の規模は、二宮神社から安倍川に向かっておよそ 4.4 キロにわたり、高さは 5.4 メートル。駿府城下を囲うように石を積んで作られたこの堤によって、別々に流れていた安倍川と藁科川が一つに合流したと言われています。甲斐の武田信玄が作った信玄堤に倣ったとされる工法で、強い川の流れに逆らうことなく、いくつもの枝となる堤が作られました。鳥の雁が夜空を飛んでいる形に似ていることから、雁行性園庭と呼ばれたこの工法は、世界に誇れるほど優れたものでした。やがて河川堤防が強化され、駿府の町と人々の安全を守ってきた薩摩土手は、現在およそ700メートルだけが残されています。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。